再びの競輪です。今一度繰り返しますけども、日本発祥のオリンピック種目、 1500m6 周を6名で争う競技。1周目は抽選枠順のまま走り、3周目までは先導車で風よけを行うなど、前半はスローペース、後半は圧倒されるほどのスピード感がまた見られますよ。皆さんお楽しみに。Fujitsu Arrows Cup Men's Carrying Time Trial Championships。昨日の予選の順位、7位から12位と、そして1位から6位のそれぞれ6名の2レースがこの後行われる。抽選が行われてますね。まずこちらが昨日のフライングタイムトライアル、予選として行われました 200m のタイムトライアルで7位から12位だった選手たちがまず第1レース抽選中です。深谷がイン側に入りまして、そしてバーベイク、そしてテオボスが3番、その横に脇本が入り、天貝、新田という枠順になったようですね。さあ手が上がりました。閉鎖がもうそうです、説明不要かもしれません。スターターが手を上げると合図、閉鎖が動き始めています。ペーサーの動きをちらっと見ながら、スターターがここで後方です。まずは3周この枠順のまま隊列を組んでいきます。ペーサーによって徐々にペースが上がっていく、まあ、これは風の抵抗による有利不利がないように、自然とペースが上がるようにペーサーが導入されているということになります。さあ次です。ここでペーサーが離脱いたしました。ここからですよ。3 laps to go。 ライティングも変わりました。今日もぐぐっとちょっとビートが上がってくる DJ マースキー。そしてお、最初に動いていたのはこれチェコのバーベイクですね。バーベイク動く、バーベイク動く。トマシュ・バーベイク in the lead。 このままもしかしてロングでロングでいっちゃうのか。バーベイクはちょっとだいぶこれお、そしてそのバーベイクにしっかりと深谷が追走していきます。深谷が後ろつく、深谷がつく、深谷が横に並ぶ、深谷横に並ぶ、そしてテオボスも出ていった、テオボスも出てくる。しかし深谷が行くか、深谷が、いやテオボスだ、テオボスだ、テオボスか。さあリプレイ見てみましょうか。テオボスうまいな、すごかったですね。ライティングされていますリプレイです。まあ、最初バーベイクが行きました。その動きに対して深谷がしっかりとついていきました。で深谷のさらにその横からアウト側からテオボスが差していくという形になりました。なるほど、レース運びもうまい。このレースはテオボスの勝利となりました。大きな拍手、Big round of applause for テオボス。